テレ東世界四大ミスコンテストの一つといわれるミスアースの日本代表に選ばれた東京都出身で大学4年生の伊徳優香さんが今日小池知事を表敬訪問しました。どうぞおかけください。ミスアースは環境保護や地球温暖化防止をテーマとして2001年に発足したコンテストで、来月90の国と地域の代表による世界大会が開催されます。環境の先進都市を目指す小池知事は、ミスアースとしての発信力を生かし東京の環境対策などを PR してほしいと伊徳さんの活躍に期待を表明しました。